あ、どうも皆さんこんにちは。いつもムービーボードをお伝えしている大久保です。今日は私が、まあ、モデルというか講師になって、左のジャブを総集編、あと2回左のジャブやります。今日と来週総集編ですので皆さんよく覚えてください。はい、今までですね、ジャブの基本の練習法、ね、こう足を使った基本の練習法の筋トレ、あと基本の打ち方、打って戻す、打って戻す、打って戻す、ね、これこの間ですね、こうじゃないですよ、こう、ね、ジャブっていうのは、すごい、あのボクサーには2つの頭脳があると言われていまして、と私は考えていまして、一つは自分の頭ですね、頭でこう動こう、ああ動こう、こう動こう、こういうカウンターフェイントを入れよう、もう一つは左ジャブで考えます。わかりますか？ジャブで相手の距離を測ったり、ジャブでフェイントで、デジャブで相手の顔の位置を動かすという、ジャブで物事を考えます。もうちゃんと取ってるな、大丈夫。無細工で申し訳ないです。何笑ってんだよ、また。お前はできないから俺がやるんだから、全部皆さんに。ですね、ジャンプをただ単にこう同じパターンで打つと打っても、ね、いいですけど当たりません。なかなか当たらないです。だからいいですか、ジャンプを打つ時でも打つようにこう 目で下向いたり上向いたり、 下見ながら上打ったり、下見ながら上打ったり、上見ながら下、上見ながら下打ったり、短いの長いの、短いの短いの長いの、外外中連打のこの練習をしていって、例えば2発で連続でパンチが当たれば2発バンバンでもいい、3発でもバン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 でもいいですよ。で、相手の位置で相手が回ったら自分も回りながら3つバンバンバン、相手が真正面いる時にはバン真正面バンバンカウンターで、打って戻るとなってカウンターが打てます。バンバンバンですね。わかりますか皆さん。だからジャンプでいろんなことができます。だから今日練習することは、練習というかお伝えしたいのはジャンプのフェイントですね。短い、打つと見せかけて、バーン、偽物、偽物、本物、本物、偽物、本物、とかね、上打つと見せかけて、下とか、下打ちも出てくれと、そういったフェイントをジャブでかけて、右ストレートでつなげていくっていう考えをお伝えします。わかりましたでしょうか、皆さん。わからないことがありましたら、メール、コメント等で、お聞きしていただけると、何でも答えますんで、よろしくお願いします。来週はリングを移して、リングを移して、このリング、ここですね、ここで来週は全体を使って、全体を使ったジャブを、そうだよね、ジャブで、やります、ね、久保田選手、スーパーマンの受け、もう、大丈夫か、来週、なんと、しっかりしろよ。はい、じゃあどうも。失礼します。ありがとうございました。